マデリーネ・アルトングベルはペリューのモデル。名前についてマドリン・ハートック・ベルとする資料もある。1967年ミスワールド優勝。父、アルフレード・ハートック・グロナディの若めなの元市長で牧場経営者ある。母、ヘンリエッテ・ベル・ホートーンはピューラケンスリアナ・グンスリアナの名門の一族出身である。5人の姉妹を持つ。 1946年1月11日、アレキパ県カメナ郡、カメナに生まれ、幼少期はこの地で過ごす。ピューラ県に移り、自動車メーカー、フォードの秘書として働く傍ら、写真モデルとして活動。ミス・ピューラとして、ミス・ペルー・ウニベルソに出場。優勝。パリに移り、エイジェンス・ドリアン、D のモデルを務める。 1966年、ミスユニバースに出場。トップ15に残る。1967年11月16日、ロンドンで開催された第17回、ミスワールド世界大会で優勝。ペルー代表として、初。俳優ボブホープ、歌手、バーバラ・マクネア、女優ラクエル・ウェルチラとのツアー参加のオファーを受け入れ、ベトナム戦争参戦中の米軍への表敬訪問を、 行った。1967年12月19日から29日の間に彼らはベトナム南部とタイ国境で17回のステージをこなした。1994年ミス・ピューラー審査委員長。パリに長い間暮らした後、米国に移る。米国のいくつかの企業の元医学及び法学関係の通訳を務める。現在、結婚し、 フロリダ州南部の島に今日構える。娘が一人いる。彼女がロンドンに到着した時、空港には誰も待っていなかった。地理を立つ前に間違った日付を教えられていたから。同じ飛行機に搭乗していた地理大使館の役人が話をつけてくれた結果、翌日よりミスワールドに参加。彼女の勝利はフランス人にとっても誇るべきことであった。新しいミスワールドが フランス人であると発表したパリの新聞も実際にある。あるフランスの靴職人はコンテストの数週間前にマデレーネはいくつかの靴のカバーを変えるように注文したとコメントした。私はその美しい少女にかかりきりになるので他の仕事を全て中断したとのこと。彼女はミスワールドの参加費を捻出するため自動車を売却した。 賞金7000ドルの使い道について、自動車を買い戻したら残りは両親に送ると答えた。ありがとうございます。